本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。正直、まあ、すごい手術が出るんだろうなっていうのを、まず聞いたときに思って、その後、まあ、実際に手に取って、まあ、試着をさせていただいたんですけど、その時に、一番最初の第一印象は、すごく履きにくい手術だなっていうのを感じました。そうですね、シューズ、もともと、こう、シューズっていうのは、こう、なんだろう、こう、一番最初履いた時が、やっぱこう、ゆとりのあるっていうところがすごく、まあ、シューズ感っていうのが、こう、あって、でも、この一番最初に、こう、このシューズを履いた時は、もう、最初から、こう、もう足と一体。もう、紐を締めずにも、締めない状態でも、もう足と一体感がすごくあるなっていうのは感じました。まあ、本当パフォーマンスをまず上げるために、シューズに隙間を なくした状態を作りたくて、まあ、いろんなメーカーさんにこうご相談したところ、一社、その、足の型を取っていただいて、で、まあ、シューズをこう、作っていただいたところです。まず、その一番最初に履いて練習をさせていただいたときに、まあ本当、まあ履きにくいシューズだなっていうのがまず一番最初の、まあ、感じだったんですけど、で、それからまあ練習を一度してみて、まあちょっとあれってこう、ちょっと動きやすいんじゃないのかなっていうのところから、この、まあ2回3回と練習を続けていくうちに、こっちのシューズが今までのこうベルテックスよりこっちのシューズがやっぱいいなっていうのがすごくあって、で、実際こう練習のパフォーマンス的なところもすごく上がるようになって、で、まあその全日本シニアっていう大会があったんですけど、その大会前にずっとまあ履かせていただいてて、で、まあそれ最初はもうテストっていう形でこうシューズをお借りしてたんですけど、どうしてもそのシューズが今度手放せなくなって、大会で履いたらすごくパフォーマンスも上がって、まあ、この使うことで自分にこう安心が持てるシューズだと思ったので、ちょっとこう、まあメーカーさんにお願い、ウィルソンさんにお願いして、シューズを履かせてくださいっていうことをお願いしたところだったです。まあバドミントンでも横の動きと縦の動きともう複雑な動きがあるので、まあ実際こう自分はこうサイドの動きの時にこう不安定さがあって、どうしてもこう何度もこう捻挫をしたりとかしてきたんですけど、その不安がまず一番最初になかったので、ちょっと逆にこう安心できるアイテムだなと思いました。で。まあ、実際一番最初にこう履いて、まあ、本当にパフォーマンスが上がって、ちょっと気分も良くなって、その、練習も、こう、どんどんこう、質が高くなってきて、練習終わった瞬間に今までにない疲労感もありました。一番最初、その、ベルテックスの、紐の締め方の時に、シューズってこんな違うんだなって、締め方一つで違うんだなっていう実感を、それも覚えてるし、今までにこの履いたすぐに実感できるっていうシューズは今までに出会ったことはないですね。そうですね。もう本当考えればすごく悔しい気持ちは出てきますけど、実際やっぱり現役の時に本当に出会いたかったなって、まあ、今、シニアっていう世界では、まあ、現役ではやってるんですけど、もう本当にこう、日本のトップ、世界のトップ目指すために、こう、その時に、目指してる時に出会いたかったなっていうシューズですね。いや、もう、本当にこう、シューズの、その、なんて言うんですかね、こう、概念っていうか、まあ、本当にこう、体育館の玄関入ってすぐに、まあ、履くっていうところ、を考えたらすごく面倒なシューズかもしれないんですけど、パフォーマンスのところを考えたらすごくこう自分になくてはならないアイテムになると思うので、本当こう幅広い、まあジュニア世代からシニア世代まで幅広く
使えるシューズだと思います。何度も言いますけど、履きにくいです。履きにくいはもう仕方ないと思ったら、まあその先には必ずパフォーマンスが上がるっていうのがあるので、すごくいいシューズだと思います。自分はもともとこう幅が広いっていうのをこう自分でずっと思っていまして、で、一番最初にこう買ったシューズも、ワイドの幅広のシューズを買いました。で、その後、まあウィルソンから初めてこうベルテックスっていう赤いシューズが出た時に、まあそこで初めて自分の足を計測していただいたんですけど、まあ本当にこう、サイズは 3E ですよっていうふうに、3E で大丈夫ですよっていうふうに言っていただいたので、まあその時に、まあ履いてみて、で、それが馴染んでくるのがだんだんと分かって、ですごく履きやすいシューズだなっていうのは本当に思いました。そうですね。もう本当にこう、ちゃんと計測をしてみれば、足の形っていうのは、本当にこう、自分が思ってる形とまた違うと思いますので、まあ本当そこは一度こう、もし測れる機材があるところでは、もう測ってもらって、自分のサイズをもう一度、こう確認してもらうのが一番かなと思います。実際、幅が広い。まあ自分も本当にこう、幅が広いと思ってたので、幅が広いものを履いて、楽っていうのがすごくあったんじゃないかなって思います。なので、じゃあパフォーマンスはっていうところをこう考えたら、まあどうなのかなっていうところはすごくちょっと今となってはすごく考えるところです。もう本当にこう、実際こうやって妥協を許さないで、まあ本当にこう、履きにくくても、もう競技力が本当に上がるっていうところを求めていただくのが、本当プレイヤーとしてはすごくありがたいところだと思いますので、もうこれからも本当妥協を許さない姿勢のままで、こう、新しい商品を生み出していただきたいなっていうのはすごく思います。佐賀県多久市にあります、まあ、プレイヤーズワンと申します。もう本当幅広い層で、ジュニアからシニアの方まで、いろんな商品を揃えていますので、必ず自分に合ったアイテムが見つかると思いますので、よかったら、お近くに来られた時は、ぜひ寄ってください。お願いします。